まずはじめに豆腐です。豆腐はこのようにだいたい10等分ぐらいに手でちぎって置いておきます。ペーパーの上に置くと水切りがいいので、このようにして10分ぐらい置いておいてください。続いてピーマンです。ヘタと種を取ります。そしてこのように乱切りにしていってください。続いて人参です。人参は皮をむいて短冊切りにします。このように少し細めの短冊切りにしておいてください。それではフライパンにサラダ油大さじ1杯を温めて、溶いた卵を加えていきます。箸を大きく回して半熟で取り出しておきます。ここにごま油を足して豆腐を炒めていきます。水切りした豆腐は焼き付けるようにして炒めていきましょう。ここが今日のポイントです。このように焼き付けることで水っぽくならず香ばしさも出てきます。両面焼き色がついたら一度取り出しておきましょう。フライパンをペーパーできれいに拭きます。ここにごま油を少し足してピーマンと人参を炒めていきます。ピーマンのツヤが良くなって、少しこのように火が通ったら豆腐を戻し入れます。そして砂糖と塩を加えて全体を混ぜ合わせていきます。砂糖と塩が全体に絡まったら、ここで和風だしの素を加えます。全体に絡めたら卵を戻し入れます。そして醤油を全体に回しかけて、これで盛り付けていきましょう。器に盛り付けたら、たっぷりと鰹節をかけてお召し上がりください。ゴーヤが定番のチャンプルーもピーマンを使うことでとても食べやすくなります。栄養価の高いピーマンをたっぷりとお召し上がりください。